万年筆万年筆はペン軸の内部に保持したインクが毛細管現象により溝の入ったペン芯を通じてペン先に持続的に供給されるような構造を持った携帯用筆記具の一種。インクの保持にはインクカートリッジを用いたもの各種の方法でインクを吸入するものがある。一万年筆とも書く。現在の万年筆の原型は エジプトのファーティマチョーカリフであるムイズが衣服と手を汚さないペンを干したことから953年に発明された。その後、1809年9月23日、イギリスのフレデリック・バーソロミュー・フォルシュが特許を取得したのが最初。イギリスのジョセフ・ブラーマーも7つの特許を取得した。ブラーマーの特許の中には鉄ペンの着想もあり、 ファウンテンペンの名称を初めて用いている。1819年には、ルイスが2色の万年筆を開発している。また、パーカーが1832年に、テコを利用した、自動インク吸い取り機構を開発した。その後の1883年に、アメリカ合衆国の保険外交員、ルイス・エドソン・ウォーターマンが、長所に、インクのシミを作ってしまい。 契約を取り逃したことをきっかけとして、毛細管現象を応用したペンシンを発明したことが万年筆の基礎となった。日本では、江戸時代以前、五階中筆の名で万年筆の前身らしきものがすでに発明されていた。万年筆が日本に入ってきたのは1884年で、横浜のバンダイン商会が輸入し、東京、日本橋の丸ンなどで販売された。 当時は、後半部分がほぼ英明の直訳である、ハリサキイズミ筆と呼ばれており、一万年筆と命名したのは、1884年に、日本初の国産万年筆を模索した、大野徳三郎と言われている。大本堂の田中富三郎が万年筆の日本での普及に努めた。しかし、末長く使えるという意味で、万年筆の訳語を与えたのは、 内田ロアンというのが通説である。公文書へのインクの使用が解禁された1908年以降、毛筆に代わって普及するようになった。国産化も進んだ。当初は、ペン先を輸入し、記事紙の技術を受け継ぎ、ろくろを扱える職人が、ペン軸を作って仕上げた。大正時代にかけて、今日のセーラー万年筆、プラチナ一万年筆といった万年筆を含む、 筆記具メーカーが創業され、並木製作所は巻き絵を施した。ペン軸のエボナイトが紫外線で、黄ばみやすい欠点を克服するため漆で補強し、輸出につなげる狙いがあった。国外で好評だったが、内田ロアンは奇妙なものと酷評した。日本の万年筆製造は、第一次世界大戦後に盛んになり、統計上は不詳であるが1940年には、 ピークを迎え、世界、第2位の輸出国となっている。昭和初期には1000社を超えるほどメーカーが増えた。やがて、ボールペンが、筆記具の主体となったが、現代でも愛用者は多く、オーダーメイドで手作りを受け負ったり、インクを調合したりする職人、企業もある。また1950年代及び2010年代には、年間およそ1000万本前後が日本から、輸出されている。 万年筆の手渡し方万年筆は、ペンと共に1960年代頃まで、手紙や、はがき、公文書など、改ざん不能な文書を書くための筆記具として、主流であったが、徐々にボールペンにとって変わられた。1970年代に、公文書へのボールペンの使用が可能になり、また書き味に癖がなく安価な低筆圧筆記具である、水晶ボールペンが開発されたことにより、 万年筆は、事務用、実用筆記具としてはあまり利用されなくなっている。1990年、消費者物価指数の対象品目から除外された。むしろ、役所によっては、サインペンと同等とみなされて、使用禁止にされているところもある。しかし、万年筆の希少性、独自性が見直され、趣味の高級文具として、復権の兆しが見られる。また、今日では、 万年筆を扱った書籍や雑誌が刊行されるようになっている。万年筆はそれ以前の付け、ペンと比べ、インクを内蔵して携帯性を備えた点で画期的であった。しかしこの特徴は、ボールペンやサインペンが登場して以降は特別ではない。現代ではメンテナンス不要で万人に扱いやすいボールペンが一般に普及し、 筆記具の多様化も進んでいる。その中で万年筆は長年使い続けられる個人用の筆記具としてまた手紙やフォーマルな場面に適した筆記具としてまたステータスシンボルやコレクションの対象として位置付けられている。2016年には国立歴史民族博物館で企画展示万年筆の生活史が開催された。 1980年代以降は高級品が中心となったが2000年代以降の日本では高品質な低価格品の登場やインク色の多様性などを要因として若年層にも広まっている万年筆は金属製の付けペンと同様にインクの伝う毛細管である切り割りを備えた金属製のペン先を用いているそのため低筆圧で筆記でき ペン先の設計により様々な筆跡や書き味が得られる。使い続けることでペン先に使用者特有の癖がつくため、貸し借りには向かないが、本人に馴染んだ書き味になっていく。筆跡に余分なインクが残りやすいため、これを吸い取るブロッターが利用されることもある。インクを補充しながら長年使われるため、定期的な洗浄といったメンテナンスを必要とするが、 ペン先の接触部分に、耐摩耗性の高いイリドスミン合金が使用されるなど、長寿命に設計され、好みのインクを入れて使用できる。高級品を中心に、ペン先に、耐腐食性や、弾力のある金を用いたり、様々な工芸装飾を施したり、手作業で製造、調整されたものも少なくなく、既製品の他特注品も作られる。メーカーや店舗によっては、 ペン先の調整や修理といったアフターサービスも提供される。水性ボールペンやサインペンにおいても同様のことであるが液体の水性インクを用いるためペン先の乾燥に弱く紙によっては筆跡がにじみやすく極端な温度気圧変動や衝撃によってインクが漏れる場合もあるカートリッジ式万年筆のパーツ 一番上が全部を組み合わせた状態。以下、上から順に、キャップ、本体、カートリッジ、コンバーターである。本体には、窓があり、インク残量を視認できる。左から、ペン先、ペン芯主軸万年筆は、多数のパーツを組み合わせて作られている。ペン先には常時インクが接触していることから、耐酸性が強弱のある書き心地を実現するために、 適度な柔らかさが長年使用することから耐摩耗性がそれぞれ必要となる。ペン先の素材様々な万年筆のペン先現在、主にペン先に使われているのは以下の素材である。あまり一般的ではないが、ペンテル、プラマンシリーズといった使い捨て、部品交換式の製品では、プラスチック製のペン先も使われている。ペン先の形状インクを ペンポイントに導くとともに弾力を出すためペン先には切り込みが入っており、筆圧をかけた時不用意に曲がらない溶合性を出す。ため若干湾曲させてある構造が一般的。ペン先の切り込みは一般的には切り割りといい、ハート型や丸型をしているハート穴まで通じている。ハート穴は空気穴となっている場合が多く、筆記によって ペン内部より排出されたインクと同量の空気をペン内部に供給している。空気の吸入はハート穴によらず、ペン芯に空気穴を開けることによって供給している場合もある。ペン先は通常異なる太さのものが数種類用意され、EF もしくは XFFFM または MFMBBBCMS などと表記される。 同じ太さでも、メーカーや製品ごとの個体差があり、また紙と、インクとの相性等にも大きく左右される。また、二部が柔らかいソフト二部や、その他の、特殊二部も存在する。日本メーカーのペン先は、欧米メーカーよりも、半段階から一段階程度細く、インク流量も少ない。これは、左から横書きするオーブンと異なり、便線に、 右から和文を縦書きする場合は書かれた文字の上を手が滑るため、インク流量が多いと字が擦れて汚れること、線の少ないラテン文字に比べ、画数の多い漢字は細く均一な描線が必要なことなど、日本製のペンが和文筆記の特性を考慮していることによる、インクタンクからペン先へとインクを導き、またインクタンクに空気を取り込むための部品を、ペンシンと呼ぶ。 かつて、素材はインクに馴染みやすいエボナイトが使用された。現在では、エボナイト製のペンシを使用しているメーカーは皆無に等しい。現在は、合成樹脂を使用するものが多く、また、その方が精度が高いものを容易に、大量生産することができる。インクタンクから、ペン先まで細いインク孔が彫られており、毛細管現象により、インクが常に供給されるとともに、 空気の通り道となる空気口が掘られており、インク供給で下がったタンク内の圧力を大気圧に戻す。ペンシンにはタンクから出たインクを一時的に貯める蛇腹状の溝や串溝が掘られており、気圧変動などによるインク漏れを抑える構造となっている。ペンシンはペンそのものの性能や書き味を左右する重要な部位である。また、工作精度が低いものや、いわゆる ハズレは、この部分に不具合を持っている場合がある。万年筆のうち、キャップや同軸は、重量バランス引いては書き味を左右する部分であり、かつては、セルロイド、エボナイトなどの軽量な素材が、主に使用された。現在は、プラスチックやアクリル製、金属に、塗装や、ト金加工を施したものがほとんどであるが、高級万年筆には、 耐久性を重視して、エボナイトを用いるもの、昔ながらの風合いを重視し、セルロイドを用いるもの、ブライヤー、黒炭、炭素セミ強化プラスチックなどの特殊素材を用いるものがある。また、デザインも万年筆の評価、価値を決める重要な要素であり、高級万年筆には貴金属、宝石で本体を装飾したものもある。日本では、 漆塗りや薪絵などの伝統工芸を生かした万年筆が第二次世界大戦前から制作され、特に戦前の並木製作所の薪絵万年筆は並木のブランドで海外に輸出され、高い評価を得ている。吸入式タイプであるものの多くはインクタンク内のインク残量を見るための窓が設けられている場合が多い。単に素動し、 透明プラスチックがはめ込んであるだけというものも多いが、高級なものではデザインの中に取り込む工夫がなされており、万年筆の衣装を特徴づける要素の一つともなっている。また完全に無色透明で中の気候を外側から見ることのできるものもある。ただしカーボン系のインクの場合、表面張力が小さいためインク窓表面全体にインクが広がり、かつ、 インク自体透光性が低いため、インクの量を確認できない場合がある。万年筆のキャップは、ペン先を保護するとともに、インクが乾かないように密閉しておく役割も持つ。このため、機密構造になっている。キャップの固定方法は、ネジ式と呼ばれるものになっているものが主流であるが、低価格のものを中心に、看護式のものも多い。 看護式の場合、胸のポケットに入れて蛍光する場合、外れて、インクが服に染み出すことや、勢いよくキャップを抜いた時の負圧でペン先からインクが飛び出すという事故が発生することもある。万年筆はインクを充填する方式により、大きく二通りに分けられる。一つは、ボトルインクからペン先を浸して、インクを吸入する方式。もう一つは、ペン軸内に。 インクの入ったカートリッジを装着して使用する方式である。ペン軸内にインクを吸入するための機構が内蔵されているものを吸入式といい吸引式と呼ばれることもある。ボトルインクに入ったインクを吸入して用いる方法で工述するカートリッジ式やコンバーター式のものよりも多くのインクを一度に充填することができる。 万年筆が考案された当初から使われている形式で、現在でも高価格帯の製品を中心に多くのモデルで製造されている。かつては吸入装置は様々な方式があったが、現在の吸入装置のほとんどは回転吸入式と呼ばれるピストンを上下させることでインクを吸い上げる方式のものになっている。 使用できるインクの種類が多い上、インクを出し入れするときに細かいゴミなどを同時に掃除することが可能であり、それがメンテナンスとしての役割も果たす。カートリッジ式を採用した製品では、コンバーターを装着しない限りこの掃除機能は望めない。しかし、工術のコンバーター式に比べると、構造の劣化が危惧され、メンテナンス性の問題がある上、 ペン内部の洗浄がしづらいといった欠点がある。カートリッジ、コンバーター両用式とも言われる。カートリッジを挿す部位に、コンバーターと呼ばれる、吸入器を装着し、インク瓶からインクを吸入できるようにするものである。カートリッジ装着部に取り付ける、構造上の都合から、吸入できる量は、カートリッジ式とほぼ同じか、若干劣るものの、基本的には、 吸入式と同じく使用できるインクの種類が多く、インク装填時にペン内部を掃除することができるなどの利点がある。そのため、昨今の主流であるカートリッジ式と違い、コンバーター購入等の初期費用がかかることが多いが、インクにかかるコストを考慮に入れると長時間、筆記し続けることが多い人には適した方式とも言える。吸入式に比べ、 吸入機構が劣化しても修理に出す必要がなく、簡単に交換できる点や、ペン内部の洗浄がしやすいといった利点がある。しかし、吸入式に比べると、インク蓄量が少ないといった欠点がある。最近は、吸入式と違い工術のカートリッジ式と機構を共用できることから、コスト面からこの方式を、吸入式の代わりとして用いているメーカーが、増加傾向にある。 コンバーターは基本的に消耗品であり、抜き差しを繰り返すと差し込み口が弱くなるという欠点がある。現在はインクの補充を簡単に行うため、インクを詰めたカートリッジが広く使われている。カートリッジの形状はメーカーごとに異なっており、ペンの製造メーカーから供給されるカートリッジを使用するのが一般的であるが、ヨーロッパのメーカーの多くでは、 欧州共通規格のカートリッジが採用されており、この場合は欧州共通規格を採用する他のメーカーのインクを使用することが可能である。ただし欧州のメーカーであっても独自規格のカートリッジを採用するメーカーもあり、またペンの種類によって利用可能なカートリッジが異なっている場合もある。またカートリッジ式の場合、ランニングコストが 吸入式の5倍近くになると言われている。カートリッジ専用の万年筆において、インクにかかる費用を抑えたり、好きなインクを使うために、使用後のカートリッジに注射器やスポイトなどで瓶のインクを詰めれば、瓶のインクを使えるが、カートリッジが劣化した時や、カートリッジの差し込み口が緩くなってしまうと、インクが漏れてしまい危険である。もちろん、 メーカーの保障外行為のため自己責任となる。昭和30年頃までは主流の方式であった。イギリスで開発されたが、イギリス製の現存数は大変少なく、日本では大変に普及した方式である。構造は大きく分けて、キャップ、主軸、同軸、尻軸に分かれている。主軸、尻軸はネジが切られており、 主軸を外してスポイトなどでインクを直接同軸に入れる方式である。伝統的技術で作られた商品は首と胴のネジ部分はパッキンなどを一切使わずにすり合わせだけでインク漏れを完全に防いでいる。尻軸を引き出すことができるため、斧とプランジャー式と勘違いされ、ペン先をインクに浸して直接吸う仕組みと誤解されることが非常に多い。 筆記の際には尻軸を緩めて内部の線を緩めインクがペンシンに行き渡るようにしてから筆記する。ただし過去のものでペンシンや主軸構造が不完全なものは尻軸を緩めるだけではインクが流れないことが多く軸を振って使用する構造のものだというような解釈がなされていた。本来の完全な商品では尻軸を緩め遮断弁を開放するだけで 持続して筆記できる。同軸全体がインクのタンクとなるため、他の方式と比べインク容量は群を抜いている。そのため、インクが少なくなった時は、軸の中の空気が膨張、収縮して、インクが漏れてきてしまうため、尻軸を締めている時は、同軸内のエボナイトの棒が、ペンシンへのインクの供給路を塞ぐ仕組みになっている。 インキ止め式に類似しているが、インクを止めるための部品が、なくインクを遮断する機能のないものは、アイドロッパー式と呼んで区別する。現在では、ごくわずかのメーカーでしか作られていない方式である。薪絵を施す、万年筆として、エボナイト製のインキ止め式は最も高価なものであり、薪絵を施したエボナイト製インキ止め式万年筆は、日本国外で人気が高い。 合成樹脂が一般的になってからは製造されなくなった構造であるため過去の品物の素材はエボナイトまたはセルロイドがほとんどである一般に万年筆用のインクとしては染料系のインクが用いられており発色に秀出るが耐、光性、耐水性に乏しい場合が多いまたプラチナ1万年筆やセーラー万年筆から自分で色を 調整可能な染料インクが発売されている。旧来万年筆を使用して、それらの性質を必要とする公文書などを書き記す場合、化学反応によって紙に定着するタイプのブルーブラックインクが使われてきた。このインクはイオンの状態で鉄を含んでおり、これが酸化されて黒色の沈殿を生じることによって紙に定着する。 これの反応が進む様子はインクの色によって知ることができ、筆記直後には比較的青い色をしているものが、日にちが経って反応が進むと次第に黒ずんでくる。このタイプのインクは強い酸性を示し、金属を犯すことでも知られ、時代に連れ生産から撤退するメーカーも少なくない。万年筆のペン先として金が多用される理由の一つは、 酸性のインクに侵されない、対薬品性の強さである。なお、現在では、ブルーブラック以外の色の沈色コインクも存在する。顔料系のインクは染みにくい明瞭な筆跡を持ち、耐水性、耐、光性はあるが、インクが乾くと目詰まりを起こし万年筆が使えなく、なるので敬遠されてきた。製図や、漫画の制作その他によく使われる。 インディアンインクも詰まりやすいことから使えない。現在では万年必要の超微粒子顔料インクが実用化されているが、洗浄が非常に困難になるので使用に際しては、使用後にキャップをする、メンテナンスを怠らないなどの特別の注意を払う必要がある。顔料系インクの使用に適さない万年筆もある。万年筆のインクには、色素成分の他に、 海面活性剤が含まれている。海面活性剤は、インク中に含まれる水分の表面張力を低減させ、ペンシンにおけるインクの流れを良くすると同時に紙にインクを染み込み、安くさせる役割を果たしている。海面活性剤の量によって染み込み、具合が異なるため、ペンシンとインクとの相性や裏抜けといった現象が発生する。インクは大きく分けて、 ボトルインクに入っているものとカートリッジ入りの2種類の形態で流通している。瓶入りのインクは一般的にはカートリッジ式のものより単価が安く色の種類も豊富である。化学変化により紙に定着するタイプのブルーブラックインクや顔料インクなどの特殊インクについても瓶詰めで供給されている場合が多い。このため万年筆を多用する人や万年筆に 趣味性を求める人などに愛用されている。これに対してカートリッジインクの長所はインクの充填作業が簡単になることと小分けされたプラスチックカートリッジの状態であることから携帯が楽なことである。ただし典型的な色しか用意されていないことが多くインクの液容量あたりの価格もボトルインクに比べて高価である。またメーカーによってはカートリッジでも ビ入りリインクにはないラインナップを揃えていることもあるので購入の際は注意が必要である。近年万年筆を含む文房具に対する趣味の高まりによって地方の文具店が企画・販売するご当地インクが登場している。当インクは地元の風景などをイメージして調合されている。2007年に兵庫県神戸市の長沢文具センターが 神戸インク物語を発売して以降全国に広がりを見せている。主に若い女性を中心とする万年筆のインクに対する趣味の広がりによって生まれた。沼にはその分野から逃れられないほど没頭してしまうという意味があり、インク沼はインクに没入したという意味で使われる。上卵のご当地インクや消費者自身でインクを調合するといった。 新しい形の文房具趣味が広がっている。2012年頃から、主にインクを収集、万年筆の収集といった形で広まり始めた。インク沼をメインとしたイベントも開催されている。万年筆は、軸の中にインクを貯めて、そのインクを毛細管現象により、ペン先に導くことによって筆記可能な状態を保つ、構造を持つ。がって、使用する前に、 ペン軸の内部にインクを入れる必要がある。カートリッジインク式万年筆の場合、インクカートリッジの形状は各社様々であるが、カートリッジインクの場合はカートリッジを装着するだけで使用可能となる。具体的には主軸部分にカートリッジを正しい方向で奥まで差し込めばよい。装着手順の詳細はメーカーによって異なり、例えばパイロット。 セーラー製ではまっすぐに、プラチナ製では右に回転させながら差し込むよう説明されている。また、装着後にインクをなじませるためにカートリッジ側面を軽く押さえる方法もある。シェーファーだけは少し変わった方法を推奨しており、カートリッジを軸の中に入れそのまま主軸にねじ込む方式である。コンバーターの場合同じメーカーの 同じカートリッジを採用したペンであっても、コンバーターを利用できるものとできないものがあったり、固定方式などの点において、バリエーションが存在する場合があるので、原則として取扱説明書に記載された、メーカー推奨の組み合わせで使用する方が良い。欧州共通規格を採用したものであっても、他社のコンバーターを使用すると、インク漏れなどの原因となることがある。なお、 コンバーターも消耗品であり、抜き差しを繰り返すことによって差し込み口が緩くなってくる。瓶入りのインクを補充する場合、吸入式やコンバーター式の万年筆を使う場合には、ボトルインクに入ったインクを使用することになる。細かい手順は万年筆やコンバーターの種類によって異なるので、製品に付属する説明書に従って操作しなければならないが、大まかな手順は、 共通している。まず、インクタンクの内部から空気を追い出すように操作する。その状態のままインク瓶のインクの中に、ペン先を入れて、吸入動作をする。この時、ペン先をつける量はペンによって異なるが、首の部分まで浸さなければ、空気を吸ってしまうことになり、インクを充填できない。これは、吸入が空気穴を通じて行われるからである。充填が終わったら、 余分なインクを拭き取り、使用する。インクボトルに残っているインクの量が減ってくると、インクを吸入するのが困難になる。このような場合は、小型の容器に移し替えたり、新しいインクを継ぎ足したりして使う。ただし、古いインクは変質していたりゴミが混入していたりする場合も多いので、インクの継ぎ足しはあまり推奨できる行為とは言えない場合が多い。 モンブランのインク瓶やパーカーのインク瓶では瓶内に小区画を設定してそこにインクを流し込むことでインクの量が少なくなってもペン先を十分に浸すことができるようにするなどの工夫を行っている。また2010年代以降のセーラーやパイロットの顔料系インク瓶製品を中心にインク瓶の口にプラスチック製で ロート状の構造物をつけ、インク瓶を一度逆さにしてこのロート状部分にインクをため、ここにペン先を挿入することで少量の残量でも使い切ることのできる製品が出ている。一般的には他のペン同様親指、人差し指、中指の三本の指で保持するが、どこを持つかは、その人の手の大きさ、万年筆の大きさ、 重量バランスなどにもよるので、一概には言えない。寸軸のように太いペンでは5本すべての指で抱えて持つからである。ヨーロッパでは万年筆の持ち方が初等教育段階で指導されており、学童用の万年筆には正しい持ち方ができるように面取りしてあるものもある。ペン先を紙に当てる角度は、ペン先の研ぎ方にもよるが、やや寝かせて書くのが一般的のようである。 ボールペンのように垂直に近い角度で使うのは推奨されない。オーブンを書く場合は寝かせて書く方が書きやすい。漢字、日本語を書く場合にはこれは当てはまらず、やはり鉛筆同様の角度50度前後の角度で書いた方が書きやすい。ねじれ方向の角度に関しては、通常のペン先の場合、ペン先が紙に対して平ら、筆記方向に水平に当たるようにしなければならない。 もし、ペン先がねじれて、紙と接するように使ったとすると、引っかかるばかりでなく、割り切りの内側の角が削られて、かすれの原因ともなる。ただし、楽譜用など特殊用途のペン先には、ペン先を、紙面、筆記方向に垂直に当て、縦線を細く横線を太く引く、設計のものがある。かなり弱い筆圧でも筆記に、支障はない。 むしろ強い筆圧で柔らかいペン先のものを使うと割り切りが開いてしまいうまく書けない。そのため一般に筆圧が強い人には硬いペン先のものの使用が推奨されている。いずれにしてもペン先が反り返ってしまうほど高い筆圧をかけての使用は故障の原因となる。筆記角度については年代にも左右される。1970年代は 筆記角度が80度ぐらいで使われるのが普通であった。また、大正時代のおのとも似た、筆記角度である。万年筆の故障のほとんどは長期間使用しない、ことにより、内部でインクが固着することによって引き起こされる。このため、万年筆にとっては、日常的に使用されペン先にインクが供給され続けることが一番のメンテナンスである。 吸引式の場合インクの補充の際、インクが本体の埃や塊かけたインクの塊を押し流す役割を果たす。カートリッジ式の場合、この機能を期待できない。長期間使用しないときは内部のインクを抜き、洗浄し十分乾燥させてから保管する必要がある。洗浄の際には、カートリッジ式の場合はカートリッジを外し、ペン先を水。 またはぬるま湯に浸してそのまま数日放置し、内部のインクが流れ出るのを待つ。一方、吸入装置を内蔵する万年筆、またはコンバーター式万年筆の場合はインクが内部に残っている場合インクの変質を防ぐため、内部に残っているインクをすべて廃棄し、水にペン先をつけ何度か水の吸入、排出を繰り返し、汚れた水を交換しながら、 ペン先から出る水が無色になるまで続ける。洗浄の際に熱湯を使うと万年筆本体を痛めるので絶対に使用してはならない。万年筆メーカーが販売した万年筆のメンテナンスを行うために文具店や百貨店などで無料の出張メンテナンスを行っている。ペンクリニックではペン先調整のほか簡単な修理、万年筆に関する相談等を行う。 ペン先調整では、インクフローの改善、筆記時の引っ掛か,かりの解消などを行う。一般的に、メーカー所属または、関連企業所属のペンドクターが行うが、川口昭弘のようにメーカーから独立して活動する場合もある。メーカー主催の場合、自社の製品だけでなく他社の製品のメンテナンスを行うことが多い。また、文具店が、 自社のサービスとして行う場合があり、その場合は、有料となることがある。第二次世界大戦中、アメリカ軍は、フィリピンの抗日ゲリラに対し、パーカー社の万年筆を、勲章の代わりに授与した。現在製造、または販売中のメーカー3大メーカー3、大メーカー外手作りショップブランドメーカー過去に製造、または販売していたことがある、メーカーモンブランや、 シェーファーもペン先や同軸等が金向くのモデルはフランスで製造していたことがある。また、製品によってはフランス国内販売品に限り軸やペン先が特別に18件仕様になっていることがある。ありがとうございます。